皆さんグラフェンはご存知でしょうかこれは2010年にです、ね、ノーベル物理学賞の対象になったナノ炭素材料です。でまあ、このグラフェンというのはこの模型にあるように炭素のみで形成された二次元結晶です。でこの炭素3本しか手がありません。3本の手でつながれて,いてこのように紙のようにペラペラな材料になっています。 でえー、原子一層分の厚さしかありませんので、まあ究極のナノ材料というまあそういうものになっています。これまでにまあいろんな特性が、えー、分かっています。で、特に有名な特性としては電気特性、それから機械特性というものがあります。まあこの、えー、炭素だけでできた材料なんですけれども、パイ電子って呼ばれるものがあって、そのパイ電子が非常に速く走ると。 いいうことが分かっていますでそういう意味で史上最速の電子材料ということで知られていますさらにこの炭素同士の結びつきっていうのは非常に強いことが知られていましてそういう意味で史上最強の構造材料というふうに知られていますこの材料なんと発見されたのが2004年今から15年前ぐらいですので非常に最近のことです まあ今あのいろんな研究者がこの材料に関して研究をしているという状況になっていますただこの材料一つ非常に大きな欠点があります普通に得られる大きさが大体10ミクロンぐらいの非常に小さな欠片のものしか得ることができませんそこでまあ我々の研究室では非常に小さな材料を1センチ角ということで大きな大面積の単結晶 として技術ををを作っってててそれを使って日々研究をしておりますこのように大きな資料が得ることができますのでいろんな応用いろいろな活用法を考えて研究をしているということになります今後いろんなところで使われる材料になると思いますので、まあ、皆さん興味を持っていただければと思います。